やたらと容姿を褒められるオルフェーブルに対するみんなの反応。このウーってやたらと容姿を褒められる描写があるんだけど、馬娘界美人ランキングだとどのくらい行くんだろうか。なんだよそのランキングは。キムレットと同じくらいかな。キムって美人設定あったのか。そもそも公式美形って誰がいたっけな。ネームド馬娘はみんな美少女だろと言おうと思ったけど、そんな設定公式であったか思い出せない。同期にどんながいるのに、こっちまでそんな美形を売りにするキャラだろうか、それともペア意識してるからか。むしろそれだと、オルフェの方が美形を売りにするのは筋が通ってる、元の馬が周りから容姿を褒められてるから。馬娘は全員美人で合ってるよ、タイプの違いはあるにせよ。トランセンドとか美少女と言っていいのか少しわからない。確か元馬のオルフェが、肖像画から出てきたようなって評価されてたはず。ゴルシ二人とラモーヌが、公式で美貌称えられてた記憶、可愛いだと雪乃とかカレンちゃんとか。おう、は出会うモブやら記者がみんな、最初に美しさに言及するから笑う。いちいち褒めるから、若干ギャグ漫画のイケメンキャラみたいになってる。まつげがバシバシのやつは多分特に美人なんだと思うぜ。実馬もめちゃくちゃバタいいよね。どんなって馬娘の中で、取り立てて美少女って話し合ったか？太いミラクルとかいう、馬娘でも普通顔してるやつ。ひどいですよ。馬娘美人ランキングとか、戦争起きそう。1位はフラッシュで終わりだし、戦争は起きないよ。ゴング鳴らすな。おう、は登場するゲーム間違えたのかなってぐらい、顔の造形がすごい。シティとカレンちゃんがトップレベルなのかな。カレンちゃんは可愛い系だから、美人とはまた違う気がする。シティとだけ書かれると、どのシティかわからない。シティさは悪くないんだけど、実馬の綺麗さにモデルが追いついてないと思うべ。雪の？綺麗だべ。ラモーヌは魔性の青影だし、美人になって当然なんだよな。シティも原作で容姿の美しさで有名な馬だったし。意外と公式でモブから美人と褒められてる子は、そう多くない。果たして原作の外見込みの話なのか。原作で外見褒められたエピソードあると、馬娘でも取り込まれてるとは思う。オルフェの容姿が褒められるなんて、元ネタからそうだったから意外に何かあるのか？ JRA 公式でこれなのに。JRA から芸術品扱いされてる。母がオリエンタルアートってことで、金色細工だからな。やっぱ派手だなオルフェ。少なくとも美しさ1位はラモーヌだろう、見た人が狂うほどだ。公式に言われてる範囲だと、抜群のプロポーションと、神々しいまでの美貌を持つのがゴルシとラモーヌ、100年に一人の美貌がシティさ。みんな顔はある程度整ってる前提で、クラスで3番目に可愛いくらいなのか学園のマドンナくらいなのか、モデルになれるレベルなのかって差はあるんだろう。おう、は多分最後。ステマ配合で要素がマックイーンよりの方。実際はディクタストライカの再来だったくせに。美人とはベクトル違うけど、美少女ランキングはダントツで雪乃らしいんだよなあの世界。まあ日本的審美眼だとわかる話ではある。雪乃は全部の要素が可愛い捨てで統一されてて、まるっとセットボーナス発生してるようなイメージがある。雪乃は美女と言われたら外れるけど、美少女と言われたらかなりそう。まあ雰囲気的にわからんでもない。オルフェ実は顔でかいんだよな。誰頭で？今姉貴のこと呼んだ？ゴルシは美人揃いの馬娘の中でも、絶世の美女と書かれるレベル。オルフェーブルってそんな外見褒められる描写あったのか、聞けてないからわからん。フラッシュは不審者がグッドルッキング馬娘って言ってた、ドーベルは不審者がクールビューティー馬娘って言ってた、会長はアニメでスペが綺麗な、人って思ってた、カフェは可愛いますますファンになっちゃいそうって言ってた、オッペは美しい僕って言ってた、初恋ハンターは初恋ハンター。グッドルッキング馬娘のフラッシュシティゴルシ。原作でブサイク扱いされてる馬も、馬娘だと美少女になるのかね、そんな馬の話は知らないが。えっへへー。美少女コンテンツにおいて美人かどうか判断するには、公式プロフィールで外見を褒められているか否かでわかる。
小栗は原作の見た目が優れてるわけじゃないけど、ナンバーワンアイドルだからな。珍しい尾花栗毛が美人扱いされるなら、ソダシはどうなるのか。小栗は不細工ではないけど、小汚い足毛扱いだったとはよく聞く、それがまた人気になってたそうだが。体型込みの総合点だと、やっぱラモーヌ・ゴルシの2トップなのかな。ゴルシが美形設定だったかどうか思い出している。俺の中で美少女といえば西野フラワー。あとはサポカで言及あったスイープくらいかな。美人まあまだ幼体かつあの性格で、普段はだいぶマイナス補正入ってるっぽいけど。他にはイベストで美人と言われたスペグラ、スイープもその対象に入っていたや、GL で本当に綺麗なこと言われた鈴鹿さんとか。美人とか可愛いって言われるパターンは割とあるが、スタイル込みで褒められるのはあんまりないよね。引退式が神々しすぎる。オルフェとマカヒキは、脳を焼かれた女子が多いと聞いた。ゴルシばかり花セレブと言われてるけど、花セレブの箱絵になったグッドルッキングな名馬はかなりいる。帝王とかは馬の方はトップクラスのイケメン扱いだが、馬娘の方だとあんま言及がないな。なんだかんだサラブレッドって体型がシュッとしてて格好いいのが多いよね。たまに牛みたいなのもいるけど。まだ子供だから。シティなんか競争成績じゃなくて、馬のビジュアルが褒められまくったエピソードを元に、今のキャラ作ってそうだしな。原作で、毎回仕上がった見た目になってるといえばトプロとフラッシュか、どちらも巨乳美少女に落とし込まれてるな。馬体の美しさは管理状態や健康状態と切っても切れないので、見目のいい馬はやはり強いのだ。サンデーサイレンスみたいにガリガリの足曲がりで、驚異的な強さだったやつの方が特筆されるまである。顔でかいよねオルフェ。ケンちゃんも容姿褒めてた気がする。ちゃんと原作馬に負けない派手さと美人さで来てくれて、よかったと思ってるよ坊くん。坊くんって話でどんな理不尽なキャラなんだろう、と思いながらストーリー読んだけど、思ったより民の願いを背負うって姿勢が強調されてて坊くんよりケンくんじゃない?と思った、正直言うと進化になりたい。カリスマすごいよなおう。サポイベ見てもあれやだこれやだってわがまま言うわけでもなく、割と言うことを願い聞いてくれそう。でも声優じきじきにこいつ傲慢ですよって言われてるし、何かある気はする。ゴール後の落馬がどう表現されるのか楽しみ。トレーナーを2回は背負い投げするイベントが欲しい。坊くんはトレーナーが来てからじゃないとな。こんなキャラがトレーナーの前だけ坊くん化するのもそれはそれで面白い。ゲート最新差やんのかな。オルフェはゴルシと違ってゲート最新差ではない、平地最新差だ。なおさらひどくないかこれ。まさかこれが後年のサンクたちが、ダートで世界的活躍を果たす伏線だったとはな。ファンボーイの逸話は扱いがあまりに難しい気がするが、どうするんだろうね。中山フェスタのシナリオでそういう感じの流行ったからいけると思う。言葉遣いがちょっと傲慢っぽいだけで、現状かなり良い人。レースでやらかすこともあるけど強くてかっこいい坊くんって、10年前当時くらいのイメージで作ってるんだなこれ。いきなり一発ゲームチャフリしてくる上に、つまらんって一周するから間違いなく坊くん。二重人格マスクは何がダメだったん?ちょっと納得しちゃったのは、マスクのはブエナと一緒に出すことを念頭に置いたものだけど、いろいろあって出すのが遅れた結果、他のキャラとの兼ね合いもあって変わったというの。そもそもそいつがオルフェイブルと言われたことないから、何がダメだったもないのだ。あの謎のマスクと馬娘は旧デザインとして消滅することになるのか、あるいは違うやつだったんだろうか?トレーナーをなんて呼ぶんだろうな、雑種?我が友?今日?最小かなぁ。トレーナーを今日呼びしてトレーニングメニューについて激詰めとかしてほしい。トレーナーの返事は良い。人参ジュース飲むときはプロジェクトで。こんなキャラになるオリジンってなんだ、生まれついての王なのか強烈な体験でもあったのか。グラウンドのど真ん中で昼寝はちょっと、傲慢のベクトルがおかしいな。傲慢というかアホの子。世界中のターフは我が物なのだから、どこで寝るのも世の自由だろう。王族でもないのに一人称が世の時点でそれはまあ。悪強すぎて三冠馬娘って変なのしかいないなってなる。なんかブライアンって妹全開なだけで、割と普通なんだなって。
ブライアンには意外と小さいくせに、デカパイで末っ子気質全開という個性がある。画伯じゃ弱いってのも大概に過ぎるな。三冠を取り戻すという言葉には、いろいろな期待がある。すべての栄誉は元より我が物、朝日杯を勝ちながらもクラシックでは勝てなかった姉の無念を晴らす、仙台三冠馬娘への敵対心。こちらの世界のオルフェーブルを見ているので三冠は元から手に入れているつもり、いろいろ含んでそうだな。ベニュスとのやりとり見てもこの下手するとネオユニ並みの異世界認識勢な可能性ある。大丈夫？オルフェにそんな属性までつけたら、育成で収集つかないことにならない？ラークのライバルにした結果、ものすごく負けず嫌いなのは伝わってきた。何かと見た目の美しさが褒められる王。こんなに褒められるキャラ他にいたかな。育成シナリオだと凱旋門の扱いどうするんだろうね。今後のアップデートでラーク以外でも、10月前半に凱旋門追加するんだろうか。選択式の目標レースでオルフェのハードモードが凱旋門になったりしそう。王で凱旋門挑むとトレベニュスパークが超強化されないかな。負けた時に新規シナリオつけるぐらいでいい。なんでこの二人が運命感じてるのかと思ったら、そういう仲だったのか。実は超絶シスコンで、姉のクラシックは何かの間違いだと証明したい説あると嬉しい。病気の子供ファンの話は難しいなと思うと同時に、オルフェーブルがこのキャラになったのは、その話のためなんじゃないかという、予感もある、民の願いを背負って走るってキャラなら、最後の有馬前に一人のファンの願いを背負うって展開は綺麗に収まるし。マジでこのキャラもドリジャ次第だから、ドリジャにはすっごい期待してる。何をしたらこの2レース後ラチクラッシュされるんだトレーナーは。体に触ろうとした。まあこれだけ美しかったらね。馬の容姿判定本気で知りたいならいくらでも専門でやってるとこある。特に関係はありませんがもこもこいくのさん。あらかわいい。だが冬毛が多く出るというのは体力を補う面があるので、もこもこになる馬はやはり加齢を感じる。全身のバランスや筋肉量、そして毛色の良さでドバイ現地に世界各国から集まった各種陣営が、日本が今年は本気で取りに来た、と一目置いた世界レベルの馬体詐欺衛進フラッシュ。フラッシュさんのレース写真は確かにどの角度からでも美しい。CB とか元馬が短足でびっくりだし、その足で三冠取ったのかと二度びっくりする。オルフェーブルはそもそもイケメン品種の枠なのがオルフェ、そこがもう個人の感想とかではない。やっぱパブリックイメージどころか、JRA 公式がイケメンだと認めてるの強すぎるわ。とりあえず早く育成したいよ、いつ来るんだ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。